こんにちは、暴走スイマーズです。お前とはネタする時以外はほとんど喋ることもなくなった。だからやるぞ、交換日記。嫌です。交換日記をやるようなコンビってまず売れないと思います。お前の最近の台本ちょっと古いなと思っちゃう時がある。じゃあこれからは河本がネタを書いたらいいんじゃない。今日は仕事休みにしたから。こういうのを年明けにやるみたいだ。跳ねる可能性もある。あの人に構成作家やらないかって誘われたって噂本当？どうして断った？河本とコンビでやりたかったから。さよならじゃない、いつでもあなたと。カンニング竹山さん、カッカーよ。好きです。暴走スイマーズ。どうせネタも大したことなかったんでしょ。やったことねえやつが気がつく言うんじゃねえ。でも僕は俺と一緒じゃ売れないって、いろいろ考えて決めた。解散しよう。あなたのその笑顔は僕を。ずっとずっと追い続けてきた夢を諦めるって辛いんだぞ。お疲れ様でした。本当は二人で成功したかった。私河本の娘です。これは青春のすべてを捧げ駆け抜けたお笑いコンビの感動の物語。田中へ。実はお前に隠していたことがある。交換日記をしなければ解散せずに済んだのかもしれない。僕たちの交換日記。